どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこのちっちゃくて薄い G ラボの薄レレウクレレガズモデルを使いまして、いろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ、今回のテーマソングはこちらです。ドン！ウルさんの歌うラブソング。こちらの曲はフジテレビ系のドラマ、推しの王子様というドラマの主題歌ということでございまして。まあでも本当ウルさんならではの、この透明感というか、繊細なこの感じ、素敵なラブソングになっています。ウクレレで奏でるとまたちょっと違うね、良さが出てくると思います。でも やっぱりね、歌はやっぱり簡単ではないです。すごくこう聞き込んでね、じっくり時間かけて取り組んでいきましょう。いつものように2バージョンです。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプルアレンジによる簡単バージョンやります。後半はかっこいいバージョンです。かっこいいバージョンはですね、まあつまびくような弾き方から16ビートの軽やかな16ビートの中でなだれ込む感じとか、ちょっとシンプル簡単バージョンでショートカットしているブリッジパートもこのかっこいいバージョンでは、展開してやってみいこうと思います。2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん、音楽始めましょう。音楽って聞くのもいいけど、やる方がもっと最高。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルではですね、今まで音楽やってみたいなと思ったんだけどなかなかチャンスがなくてという方とか、楽器にチャレンジしたことあるんだけど難しくてもう無理でしたという方が、あっという間にこのちっちゃいプレイで弾いて歌えるようになるプログラムがあるんです。このプログラムね、もう全世界中でもうね、ものすごく活用されてて、なんつったってめちゃくちゃ簡単でわかりやすいんですよ。世界中で今何十万人の人がガズレレで音楽始めてくださってます。皆さんもすぐできると思いますよ。もうちょっとしたらこのプログラムのリンクをここにリンク貼り付けています。このリンク先にジャンプしてもらって、上から順番に YouTube 動画見ながらウクレレ触っているだけであっという間に弾けるようになりますからね。 YouTube ですから無料動画ですよ。これからどんどん音楽を聴くからやるに変えていきましょう。それではプログラムのリンクここに貼り付けます。いってらっしゃい。クリック。いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたこの世の中にあるありとあらゆる音楽ジャンルの曲が、このちっちゃいウクレレ1本で簡単に弾けるようにしているレッスン動画と課題曲、すでにもうね、多分1700曲ぐらいあると思いますね。皆さんの好きな曲たっぷりあると思います。いろんな曲探してどんどんやっていきましょう。さあ、それではウルさんのラブソングガズレレ簡単バージョンやってみる。ワン、ツー、スリー。でん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 、忘れていた人を好きになる気持ち、苦しくて切なくて、でも暖かくてどんな景色も眩しいほど綺麗なんだ。街の色も雨の日もこんなに輝くのはあなたを思う、この心をぎゅっと抱きしめてるから、あなたと出会いかけがえない、時間を重ねてく、見つけたもの紡ぎ合わせ、紡いでいく幸せも手を取り合い笑い合い、過ごす日々の喜びもずっとそばで感じてたい。ラブソングガズレレリーシンプル簡単バージョンやってみました。なんというかこのゆったりで透明感あふれてこうスローなイメージなんですけど、いざ歌ってみたら歌難しいですよ。
あのね、ほんと世界観がギュッと詰まってるんですけど、忙しく聞こえないのがすごいですね、ウルさんのこの歌い方だと。でも、ちょっとね、慌てちゃう、いっぱい言葉詰まってたりするんで、これじっくり聞き込んで、ゆっくりね、時間かけてやっていきましょう。で、今聞いていただいて分かったと思うんですけど、途中のですね、ブリッジパートと呼ばれてるところは、シンプルショートカットバージョンで、ちょっと難しいコード出てくるんで、省略させてもらいました。これからやる後半のかっこいいバージョンではそこやってるんで、ちょっと勉強してね、かっこいいバージョンに挑戦してみてください。ということで、今のバージョンは、ガズレレオリジナル簡単版ショートカットアレンジで、1番やったらもう最後のね、ブリッジパートのおとなしくなるサビのところから最後のサビに流れ込んだということで、やっております。ひとまずこのバージョンをどんどん練習してやっていきましょう。今のガズレレのシンプル簡単バージョンの動画にね、コードと歌詞出てますから、何回も合わせてもらって練習してもらって、一つ目の皆さんのゴール設定としては YouTube ガズレレの簡単バージョンと一緒に演奏できるようになったら1個目のゴールにしておきましょう。今回の曲はそれでもかなり大変だと思います。歌のね、言葉のやっぱタイミングと歌い回し、メロディ、これは本当にね、聞き込みましょう。はい。でね、もし一緒にできるようになった方おめでとうございます。その方はどんどん次のステップに行きましょう。次のステップは何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに、皆さんお一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいんですけど、まあいきなりこの曲頭に全部コードと歌詞を覚えるっていうのはなかなかね、すぐには無理でしょうから、まず最初は楽譜みたいなものを見て、だん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 こう自分の中で落とし込んでいって、いずれ覚えちゃったりするのがいいと思うんですけど、とにかく楽譜練習がやっぱいいと思うんですよね。でも楽譜ってどこにあるんですかってなると思うんですけど、安心してください。ですね、ガズはですね、今この曲、自分で手書きしたノートを見ながらね、演奏していったんです。はい、見てください。ラブソング、はい、ウルさんね、こんな感じで書いていたんですけど、この言葉がギッチギチですよ。詰まっております。これもうちょっとしたらカメラにこんな風に大きく映して、みんなもこんな風に書いてみるといいよとシェアしようと思うんですけど、今めっちゃ便利なサービス始まってます。これです、ガズクラブ。このガズクラブというのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日のウルさんのラブソングを含めたガズが今まで手書きで書きまくってきて、もう膨大なストックの、楽譜ノートのデータの中から、皆さんがやってみたいな、これ曲面白そうだなと思った曲を5曲お選びいただいて、お手元にダウンロードしていただいて、すぐに練習に入っていけるよという画期的なサービスなんです。で、このガズクラブなんですけど、楽譜のダウンロードだけじゃなくて他にも山ほどいろいろあります。最新情報としては、ガズクラブメンバーだけが、めちゃくちゃ便利に利用できるアプリがあります。このアプリ、このアプリがあるんですよ、会員メンバーの。すごいですよね。あとはですね、毎月2回行われている、ガズクラブメンバー限定のオンラインライブ配信、これがもう世界中からの参加で、テーマ曲が毎回決まっててめちゃくちゃ盛り上がります。もう汗だくだくで、もうわーってね、オンラインでこんなに楽しいんだって感じです。次回の日程はこちらになっております。これ皆さん、ガズクラブのメンバーになってこのイベント参加してください。毎月2回です。あとね、ちょっとガズクラブとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学っていうのもやってるんですよ。こちらは、YouTube のメンバーシッププログラムっていうのをやってまして、この今 YouTube 見てると、ここにメンバーになるというボタンがね、パソコンで見てる方あると思うんですけど、ここでですね、毎週2回ライブ配信をしながら、ウクレレのリズム練習、基本リズム練習も、なんか千本ノックみたいなやつですね、とか面白いリズム構成とか、結構このお勉強です。大学ってついてるぐらいですから、このガズレレ大学は結構ね、こう、真面目ですよ。真面目。トレーニングです。はい。だから、ガズクラブとガズレレ大学、ちょっと分かりづらいんですけど、ガズクラブは楽譜を5曲ダウンロードできたり、もうわちゃわちゃやる、なんかこう一つの街みたいなイメージですね。ガズレレ大学はちょっとアカデミックに、お勉強の場所になってますね。キャンパスライフみたいなね。まあこれ面白い。2つのこの活動してますんで、ぜひご参考にして、ちょっと、ね、概要欄にこの2つの詳しいこと書いてありますんで、ご覧になってください。それとあともう一個最新情報なんですけど、ガズラジといって、ガズが朝7時半から毎朝ラジオ放送配信してます。スタンド FM というところで、ラジオ配信してば、どなたでも無料でいつでもどこでも聞けて、アーカイブも聞けるようになってますんで、この辺のことも概要欄に書いておきますんで、チェックしておいてください。はい、それではですね、楽譜を見てまいりましょう。ラブソング、ウルさんです。はい、イントロ、こうつまびく感じでいくんですけど、ここの下に書いてある矢印は後半出てくるね、かっこいいバージョンでここちょっと決めていきます。これかっこいいバージョンでここガズペジオっていうリズムで弾こうと思うんですけど、まあひとまず、こんな感じで、ゆっくりやっていきましょう。ここちょっと伸ばして、でここ歌が始まっていきます。はい、でね、ご注目は見てください。こういう風に下にくるっと囲ってるやつは後半やるかっこいいバージョンです。ここもコードが変わってたり、これいろいろありますね。はい、この辺もちょっとね、後半のかっこいいバージョンでは細かく説明していきます。上の段が今やったシンプル簡単バージョンのコードということになります。ひとまずじゃあこの A メロと B メロとイントロ、カメラにこうやって映しとくんで、みんなこれノートに書き出してください。はい。で、デモ演奏中のテロップを
コードと歌詞書いてもらってもいいし、先ほど紹介させてもらったガズクラブでですね、この楽譜のデータをダウンロードしてもらうのも有効活用ですごくいいと思います。ガズのノートの特徴はこの点、ここは一拍開けて歌入るよとこの上に点があるでしょ、この言葉のリズムをこの点で測ったり、これがかなり役立つと思いますね。ここに休符が入るよとか、この V の字は休符ですね。はい、そんな感じで参考にしてもらえるといいかなと思います。はい、じゃあ一時停止で帰っていってください。はい、いいですかね。はい、じゃあここまずこのサビね、ここサビ、これがね急にここでちょっと明るくなるような感じがね素敵ですよね。でここちょっと見てもらいたいんですけど、本来かっこいいバージョンではこのサビが終わったらこのブリッジパートになだれ込むんですけど、ちょっとブリッジパートでこの A シャープというコードがねなかなかちょっとこれ難易度が高いということで、今回簡単版はこの1番目のサビが終わったらもうここのおとなしくなるサビに、ここでいうサビ2に行ってこう伸ばして弾きました。かっこいいバージョンではここをガズページョンで弾きます。なんでちょっと一応流れでブリッジも一応映しとくんで、ブリッジからこの最後のところまで映しとこうか。今日言葉がいっぱい詰まってくからね、これ本当にちょっと皆さん見づらいと思うんだけど、そうね、このガズクラブでこのデータダウンロードしてもらうか、コードのテロップをね、演奏中のコードテロップもいいかもしれないですね。すごいギチギチです。はい、ここで最後のサビね、この2行がね、はい、でこんな感じになってます。今日はちょっとそういうわけでギチギチになっちゃったんで、言葉をね、コードはちょっとこの書いただけなんですけど読んでいきます。いいですか。 C と Am と F、Dm、G7、Em7、C、今のシンプル簡単バージョンはこの7個のコードでできたんですね。コード7個ですよ、これ。シンプル簡単コード、このコード、今映ってるこれはですね、めちゃくちゃ簡単入門コード、これです、ドン。ガズレレ必須コードでございます。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かというと、このちっちゃいウクレレで音楽始めたいなと思う皆さんに一番最初に覚えてもらいたい入門コード、10個のグループ。10個も覚えなきゃいけないのというふうに思うかもしれませんけども、入門コードなんで1個ずつ見たらどれもめちゃくちゃ簡単。だけど10個いっぺんに覚えようと思ったら頭がごちゃごちゃになって混乱しちゃうんで、私がめちゃくちゃわかりやすくみんなの頭にスイスイ覚えられちゃう、ものすごいいい動画撮ってます。ここにその動画のリンク貼っておきます。ここでガズレレ必須コードの10個のコード、いつかは覚えちゃってください。いや、いつかじゃない、すぐに覚えてください。今日はそのうちの7個出てきてますよということでございます。はい、そしたらここからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンの言う前に、あ、そう、ここでもやっぱ言っとかなきゃ、今の4つ引きでちゃんとこのかっこよくこの言葉通りっていうか、ウルさんの歌い方みたいきっちり歌おうと思うと相当これ大変ですよ。聞き込んで聞き込んで、言葉のリズムとこのちょっとね12音階黒い鍵盤の音もいっぱい出てくるんで、メロディーラインでね、これはなかなか、もうガズさんもね昨日の夜すごく聞き込みました。それでもまだね、もうちょっとなーって感じなんですけど、まあちょっとやってみたって感じなんですけど、そのね言葉のリズム感っていうか、もうウルさんならではという感じですね。とにかくこれやってみるとわかる、聞いてるとあんまりわかんない、もうなんかね優しく歌ってる感じなんだけど、やってみると、聞くとやるとじゃ大違いで、まあその辺をね4つ引きでしっかり確認しておいてください。でこっから、ちょっと分かってきたところでかっこいいバージョン入っていくのがポイントになると思います。じゃあかっこいいバージョン、入っていきましょう。解説に、コードが追加されます。まず1個目 A シャープというコードいきましょう。これがねなかなか難しいコード、いいよ、こことこことこことここの4箇所、こう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 です。はい。で、こうやって押さえてちょいちょい、これでもいいと思うし、これギュッと反らせてね。ちょっと慣れてる人だったら1フレット制覇といって、こうやってグッと押さえて、ちょいちょいと、これでもすごくいいかなというふうに思うんですけど、こういうのバレエと言いますが、これ見て、ここにすごくスペースがいて、ここまっすぐじゃないと押さえられませんよ。で、ギュッとテコの原理を引っ張り込む、テコの原理を使ってちょいちょいとやって。はい。初心者の人はこれでもいいと思うんですよね。ギュッとこの2つをこのように反り返らせて、こう、こうですね。なんとかこの A シャープというコードを、押さえていただければと思います。あともう次はこれ G というコードですね。これはね、ガズレレでは G のコードは G7 というのをよく置き換えちゃうんですけど、押さえ場所、ここと、ここと、ここですね。そうすると押さえ方、ガズの押さえ方は、人差し指が3弦2フレット、中指が1弦2フレットで、薬指で2弦3フレット、こうやって押さえてます、ガズはね。もちろんこれ、こうでもいいですよ。グッとこう押さえて、ちょいでも。はい。どっちにしろ、こことこことここ。はい、G が出てきます。あともう一個、F マイナー。こちらもよく出てくるね、難しいコード、押さえづらい。ここと、こことここの3箇所。こんな風に押さえるのが、教科書通りですね。はい。こういう風にね。はい。ちょっとこれ、薬指がね、邪魔で見づらいの。はい。音は？はい。で、ガズの場合、この上のところを親指で押さえちゃいます。こうです。これどっちにしても押さえづらいんで、これどっちでもいいですよ。親指で押さえる方は手首を上、人差し指で押さえたい方は下からこう回し込む感じ、下に下げればいいです。はい、F マイナー。はい、で、この3つのコードを使って、こういうかっこいいバージョンはさらに盛り上げていきましょう。で、出てくるリズムですけれども、今日はこちらになります。ドーン、ガズペジオと16ビートのチャまでシンコペーションもね、入ったりしてきますと。
このリズム今日はね、ゆったり、まあ、バラードなんで、もうやっぱり焦らず雄大な感じ、しっとりとこうなんかでっかいスケールでいきたい。はい、この今映ってる3つの弾き方、ここのリンクちょっと行ってみてください。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中からそれぞれの濃厚解説レッスン動画がすでにアップロードされております。じっくりじっくり何回も見てリズムをものにしていってください。で今日はね、メインはやっぱり後半から出てくる16ビートのチャだと思うんですけど、前半戦はガスペジオで行こうと思うんですけど、今日この曲ね、ほんのりずーっとシャッフルなんですよ。シャッフルっていうのはリズムがね、跳ねてんの。チャッカタッカ、チャッカチャッカ、チャッカチャッカチャッカ。これがポイント。これをね、よく聞くと跳ねてるのはわかるんですけど、一見ね、べったりしたこう、フラットなリズムかなと思うんですけど、ちょっと跳ねてる。これがね、結構言葉、歌う時も、注目しとくといいと思いますね。で、イントロちょっとやってみようかね。イントロでね、このマーク、シンコペーションも出てきます。これガズペジオの中のシンコペーションなんで、ちょっとイントロの解説からいきましょう。それではやってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。でんでん、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 でんでん。次ですよ。でん、でん、でん、でん。こんな感じ。でん、パン、ダン、Dマイナー、G7、パン、プン。はい、この、ダン。ドーンね、リズムが前に食い込んできて、これはシンコペーションです。で、こんな感じで A メロもずーっと今みたいなガズペジオで淡々といきます。で、ワンブロックコードが4つ入ってくるところがあるんですけど、そこも結構シンプルな方なんです。それは、聴いていただくとすぐわかると思うので、どんどん次に行きたいと思います。そしてね、かっこいいバージョンで B メロの一番最後のところでちょっと決めっぽい感じで出てきますね。胸の奥うるさいくらいの、その辺からちょっとやってみます。せーの、はい。胸の奥うるさい。次で A シャープです。ぶつかり合っては浮かび上がっていく。 G から G7 E7 で伸ばす。はい、 F G7 C、 こんな感じです。歌入れでやると、A シャープのぶつかり合ってから、せーの、ぶつかり合っては浮かび上がっていく。E7 で伸ばして F G7、 同じワンブロックに打つんですけど、ここだけちょっと特徴的です。ここかっこいいでしょ。この E7 で伸ばしておいてからのこの FG7 でサビにドン。ここがかっこいい。で、ここから16ビートのチャに展開していきます。で、この16ビートのチャもテンポ速くならないようにゆったりどっしりした感じ。一応サビをやってみると、あなたと出会いかけがえない、時間を重ねてく、いつの日か忘れていた。こんな感じ。トンチャン、ドン、チャッカタッカ、ダン、ダン。はい。ワンブロック4つが結構連続してくるんですけど、今みたいな感じでこう、馴染ませてコードを変えていくっていうのがポイントになります。で、サビの後半のところでもシンコペーションマークと決めが入ります。後半やっても苦しくてから、せーの、ダン。苦しくて、切なくて、でも暖かくて、どんな景色も、ここ、ドン。こんな感じですね。F の同じ F なんだけど、ドーン、ダッドーンっていう感じで決めとして使いたいから、こういう表記にしておきますと。はい。その後、ダン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 って伸ばして、で、かっこいいバージョンはここからブリッジパートに入っていくんですけど、ここが A シャープで、さっきコード説明した A シャープで展開していくということで、ここもね、かっこいいフレーズなんですよね。ちょっとシンプル簡単バージョンでショートカットしたんですけど、A シャープちょっと頑張ってこのブリッジパート加えていただくのもぜひね、やってみてほしいんですけど、ちょっとその流れでやってみようかな。眩しいほど、綺麗なんだ。次からね、まず、ながらも選んできた道。ここでまたドーンって感じで、ちょっと流れが変わる。コードが変わって、すごくこう、世界観がガラッと変わる。これはブリッジパートですね。はい。そしてそのところ、ブリッジパートで F マイナーが出てきたりとかして、で、また次またサビに戻るときに、一回おとなしくなるところではガズペジオにまた戻り、最後16ビートとのチャで、また雄大に行く。このドラマ性もこう大事にしたいなというふうに思うんですけど、やっぱりなんといってもね、やっぱこの歌のメロディーラインですね。聞いてるとわかんないけど、歌ってみるとわかる。めちゃくちゃ言葉が詰まってるんですよ。これがウルさんのならではですよね。すごく簡単そうにさらっと歌ってるから、そうかなと思うと、すごいことをやっていたみたいなのがよくわかると思うんですけど。まあでも、面白いっていうか楽しいです。夢中になれますんで、じっくりこれ取り組んで、ワンフレーズずつこう分析しながら、歌をちょっとやっぱ
ぱこうものにしていくのがいいと思います。それとやっぱりこのね、弾く時のリズムのグルーブが合わさるとやっぱかっこいいんですよね。そこにさらに合わせたいのはやっぱ歌詞の内容ですね。これやっぱり歌詞読み込んでいただいて、そのドラマのねストーリーをなんかもしかしたら頭の中にイメージ重ねる都合がいいのかもしれないです。やっぱそういうのがもう三位一体でやっぱこう一つになった時に、はあいいなって思うと思いますんで、そういうのを目指していきましょう。さあそれではやっていきましょう。ウルさんのラブソングガズレレ流かっこいいバージョンやってみる。ガズレレ流かっこいいバージョンやってみました。いやーもうこの透明感というかなんか清いラブソングという感じですよね。もう何回も何回も練習してだんだん自分のあの中に染め込んでいくという練習方法がいいかなというふうに思います。楽しんでやっていきましょう。はい、それでちょっとお知らせなんですけど、皆さんこの本ご存知でしょうか。ガズレシピという本が出ております。はい、ここにガズさんいますよ。はい、これガズレレが出してる楽譜の本なんですけど、こっちのね、皆さんご存知のこのリッドミュージックさんから出してる本とは別のものなんですが、こっちはね、初心者さんの簡単バージョンの楽譜ということなんですけど、こっちはですね、ちょっとマニアックに、見てもらうとわかるんですけど、かっこいいバージョンの表記もあるんですよ。このガズのノートみたいに。はい。で、これはね、曲数もすごい入ってるんですよ。こんだけ曲数入っていまして、でね、これAmazonで、今販売できるようになってます。税抜き価格1500円です。だから、ちょっとごめんなさい。ここにテロップ出しておきます。これぜひAmazonで、このカタカナでガズレシピとこう検索してみてください。よろしくお願いします。さあ皆さん、お知らせです。今回ガズレレではこの度、ガズピアノというね、新しいチャンネルやってます。このガズレレのロジックをキーボードとか鍵盤とか、電子ピアノに置き換えてやったらすごく簡単だったよということで、ぜひちょっと興味ある方、ここにリンク貼っておくんで、ぜひガズピアノを見ていてください。でもいろんなことやってます。まあ、例えばグッズ、このキャップ、
ップとか T シャツとかこうストラップとかこの水引きとかもありますし、こう本があるんですよ。今これ出てる本プラス最近この本もリリースになって、これもねもう全部合わせて累計ねもうね15万部ぐらいの皆さんにご購入いただいて本当にご活用していただいてるんで、まあこういう本とかもね書籍もいっぱいあります。ガズレレで出してるこういう本とかアプリとかもあるんですよ。まあ詳しくはね公式ホームページガズレレ公式ホームページ見ていただくともう盛りだくさんなことやってますんで、ぜひとも皆さんフォローの方よろしくお願いいたします。それでは本日はガズレレ YouTube 動画見てくださってありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。